Does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings oxygen tanks and fuel tanks this is where most if not all science fiction writers get wrong including some famous filmmakers like steven spielberg and james cameron i hear she would like to talk about this mystery in this video what does an inside of ufo look like UFO の内部はどうなっているのか作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にしてものを考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ。 私、林博士はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのかと。広し林浜松市ティジャパン。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それは イギリスのブリティッシュミュージアムに保管されています。で、そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が掘り込まれていると。端頭の長い首の動物が掘られていると。で、端の方には2人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあ、この像がですね、 他にもスウェーデンで見つかっていると。そしてこの形のブローチというのはスウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、えー、カ,ピカピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っているまあものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。 それしかしそれは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むとですね、あまりにもその,その内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときにはですね、それが UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。 まあ、要するに、人間側が UFO の内部を考えるときは人間を標準するけれども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の標準とはかけ離れているときには、それが UFO の内部と理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉をまあ引用すれば、引用と言いますか、考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは かけ離れているということなんです。ですから、これが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にもまあ抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけれども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用よ説明していきますけれども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ、私たち人間が考えるですね、まあ、 いわゆるまあ、飛行機あるいは宇宙船の、えー、操縦席あるいは操縦、ああいう内部とは違うということなんですよね。要するに、簡単に言えばそういうことなんですよ。周、まあ、りとい言い方しましたけどもね。要するに、で、これが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ、あ大英博物館というか美術館の方ではですね、ブリッジミュージアムの方ではこれをですね、動物と、で、橋等の動物が、まあ、 掘り込まれているてわけですねしかし、これ、極めて精緻なあのブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ,あの5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で指が3本ですね。 で、この三本指というのは、まあ、全世界あちこちで見つかるんですけども、例えば、あ甲府のね、県立高校博物館にあります、この、えー、まあ、土偶ですよね。これも三本指なんですね。で、これから三、これを三年ほど前に見つけて、私は大変驚いたんですけども、ね、三本指なんですよね。で、もちろん顔には、あの、お面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかは同じですね。これは、あの、アメリカのトゥリンギット族の、あ まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけども、まあ、やはり目が釣り上がっていると。で、この目が釣り上がっている顔というのは珍しくないんですね。マイアーステーカーでも見つかっていますし、えー、全世界で見つかっています。でちょっと並べていますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね。まあ、全世界でこうした釣り上がった目の、あまあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその、 掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。というまあ視点で考えるべきじゃないでしょうかね。えー、このようにまあ共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その証拠の一つと言いますかね、根拠の一つになるわけですけども。いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に今似てる今の、あの、 見せしお見せしましたのがの、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで、並べてみますと比べてみてくださいね。で、まあ、これがあのマスクをかぶっているかどうかということは分かりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですから、これは、まあ、あの人間というのはちょっと無理がある。3本指で、えー、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、あのしかも、 まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れてますけども、そうしたその時期にこれが作られているということなんですよね。まあ、そうしてまあ状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ,あ、動物でありということ、動物であると判断するのはちょっと無理があるじゃないかということなんですね。となると、これは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんてものはね、あのー、 問題になってませんし、まあ、外から、ね、あの撮った写真ばかりが目立ちますけれども、実は UFO のナイフもこのように外に漏れ出ているということになります。でこのゴットランドという場所がですね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、えー、線を、ラインを見ていただいたんですけど、ここにロゴットランドがありますね。でエイブベリーがあると。でゴットランドとエイブベリーの進直線上にウエストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、エイブベリーというのは、まあ、 非常にこう重要な、な一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあこうしたものも見つかる。で、こも別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ私は UFO とは判断していますがね。あの、頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあともかくも全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これと、まあ、 ちょうどね、大円形って言いますか、形も似てますかね。で、私は、まあ、こうして、あの、二つ合わせてみると、まさに UFO の外、外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけれども、まあ、これが私の林宏氏の考える、まあ、UFO の内部ということになるわけです。 まああまりにもね、あの、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じ難いんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、あ,あの、逆に UFO の内部を考えるときには、 人間っぽいものを考えてしまうということですね。まあ、ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。あ胸にかけるんじゃなくて手には,こうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう、推進、装置のものがあって、これはあの、長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それも、これも動物ではなくて、まあ、椅子と言いますかね、椅子というかな、わかりませんけども、まあ、別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理ってことになるわけですね。要するに、まあ、イエスかイエスでないかということになってくるわけですけども、動物か動物 tem em casa aí a ver mais いわゆるね、人間、エイリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはあのアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、鉢のようなものがあかる。その中心には、このようなものが彫り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもうお分かりですね。エイリアンですね。エイリアンが、いわゆるまあそこの鉢から顔を出しているところを表現したものと考えられて、考えます。で、これがまあ同じように見つかっているまあアーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけども、 同じようなものが実はです、ね、静岡県の磐田市でも発掘されています。で右下がです、ね、と傘型埴庭ということになっていますけれども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね、またそんなものを作る必要もないし。 まあ古代人がそんなものに何かの思いを置いたというふうにも考えられないわけです。となるとこれは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命と言いますかね、懸命に作ったということです。まあいわゆる天からね、このようなものが来ればですね、これ自体を神だと思ったと私はそのように考えています。ですから懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在に今でもあ、ね、人間たちは最高心を、あ 飾りますからね、紙といえばね。で、この、えー、傘型埴輪とですね、アステカで見つかった、その UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いというのも、これまた事実なんですね。例えば、ラインの描き方であるとかあ、この線の描き方ですね。ですから、まあ、見たものを、えー、縄,文人縄文人ですね、紀元前2200年頃からですからね、こういうものを作って飾ったと。まあ、現在それは埴輪ということになってますけどね、古墳時代の。まあ、あのー、 私はこれ UFO。まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけれども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方がモニターということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうふに並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形でですね、まあ、連続しス繋がっていくわけですね。これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そして、うん 冒頭で見せました、あの、奇妙なね、あのイエイリアンが2人、2匹って言ったらいいのかな、乗っている乗り物も、まあ、そして連続性を持って繋がっていくということです。で、これはですね、北海道で、あの、目撃された UFO というふうに私は理解しています。まあ、これをですね、北海道の元新聞記者の、報道記者の方が届けてくださいました。で、これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういうふうに繋がっていくわけですね。で、その内部の 様子の彫り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドはあのエイブベリーとつないだ直線上にあるということですね。こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としては、これは私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね、の内部の内部を聖地に彫り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。 まあ、繰り返しになりますけども、人間が、まあ、UFO の内部として描く、まあ、様子とはまるで違う。違うが故に、これが UFO の内部とは理解できないということでもなるのではないでしょうか。まあ、これだけのものをね、掘り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあ、こうしてね、あのーまあ、三角座りしている、えー、エイリアンらしき、えー、人物像も掘り込まれていると。まあ、これはこれ、これも椅子か何かだと思いますけどもね。 こ少なくとも動物、アニマルとやね、あの、説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルというのにはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で、三本指であると。で、これはあの、日本で見つかったあの、金印ですね。あの、福岡県で見つか,見つかってる金印を上から見ると同じ顔がで浮かび上がってくるんですよ。まあ、それともかくとして、それは金印のところで説明しました。で、こういったものが見つかってきたと。 で、一番近いといいますか、ね、いろんなあの想像図などが書かれてますけど、私その中で3枚選んでみました。これはあの、芸術家といいますか、ね、アーティストニックが書いた、UFO の内部、UFO のかの、ね、宇,宇宙船と言ったらいいのか,かもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトといいますかね、漢字が似てるということで、最後に皆さんに紹介しました。あいかがでしょうか多分こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、今日のこの動画は終わります。 Bye for now. Hello, this is Matabe and Hiroshiyashi, Japan. Strange artifacts in Maya a robot or a god Here in this video I would like to show you many strange artifacts discovered in Maya. And this is one of them which Matavesan, a friend of mine, lets me know. Matabe -san asks me if this is a robot or not, but I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It may be, though I can't definitely say it is so since there is no evidence to prove it. But we can enjoy a sort of fantasy, and it is more often enjoyable to think it is a Robert in Maya than to think it is not. To be correct or not to be correct is not so much important in many cases when we are examining ancient history as independent thinkers. I mean, whatever it is. A more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for our future by understanding our ancestors better.I believe this is the a r c h o l o g y a m I w r o n g マタベさんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、 ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、ET にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が、大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかねると、 考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか神なのかはわかりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤには この種の種アーティファクトがあままりにも多すぎます。ぎ一つずつの謎を解いていたらそれこそ一年あっても足りないのではないでしょうか。大切なことは要するに楽しむことですね。何だろう何だろうと思っているだけでもワクワクしてきますね。そのワクワク感がこうした謎解きではとても大切なことだと思います。 私は思います。ということで、前で発見されたアーティファクトを今皆さんにご覧いただいています。つまり、あまりにも多すぎるということです。まあ、これらがですね、当時の人間の、いわゆる空想力ですね、イマジネーションだけでできたものと考えるのは、私は無理があると思います。縄文、土器、土偶もそうですけども、 古代の人々は逆にですよ。未来の私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に、懸命に見たものを作ったと。私はそう考えています。まあそうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで続くビデオ、少し前に作ったものですけども、 Doka Thank you very much and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounds for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounds, or so-called mounds in Japan, are not mounds for tombs. But landing places for U.F. wars, most possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs. Much afterwards in the history, it circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so. In Japanese, 日本の古墳は墓ではありませんというとても楽しい話です。後の人たちが 墓として利用したかもしれませんが、少なくとも墓ではありません。古墳、特に前方後円墳は古代の神々、つまりエイリアンたちの乗り物、つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着体でした。そのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明します。まず最初に、 UFO という言葉が一般化する前は、私たちが UFO と現在呼んでいるものは、亀と呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺で亀が祀られているのも、その流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。 で、これがそれです。えー、これはあの、メキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら正しいのでしょうか。で、右の方を見ますと、どうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似てると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながって いいいるのでははないかと私は考えていますで。こうした、まあ、亀信仰がです、ねまあ、神社や寺に残っているということなんです、ね、が様子がどうもおかしいんですね中には亀ら,しき亀らしい亀もいますけども、まあ、こうして信仰されている亀は耳があって、まあ、口があって歯があると、まあ、そういった雰囲気なんですねでこれなんか特にそうですけども亀,亀の上にです、ね、神様が座っている あるいは菩薩が立っているということなんですね。ということから私は昔の人は UFO を見たときにですね、亀、亀と呼んでいたのではないかと思います。で、これが前で見つかった発掘物。下が日本に残っている、まあ、見られる亀信仰ですね。で、この左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね。亀の顔。そしてこの、 操縦の仕方といいますか、乗っている様子が大変よく似ています。そしてこの作り方のコンセプトまで似ていますから、まあ偶然といえば偶然ですけども、それに耳らしきものも表現されています。まあこういうものを見て、古代の日本人たちは、カメカメと言ったのかもしれませんね。あくまでもその可能性があるということです。で、日本にはカメという名前のつく地名、町、市がたくさん残っています。これは宮城県の 止めしです。まあ今まで縁のあったところをいくつか選んでみました。で、ここはですね、まあ先ほど調べてみましたら、どうもこのあたりは沼なんですね。黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆる UFO っていう、という亀とは直接結びつきませんでした。ただここには大変こう奇妙な横穴があります。 やはりお墓ということになっていますが。で、次に今度は、えー、三重県の亀山市を、えー、調べてみました。で、ここもですね、まあ、亀山市ということですから、亀と関係がある。なあち、UFO と関係があるのではないのかなと思って調べてみたんですけども、直接それをつなげる証拠は出てきませんでした。まあ、代わりにですね、ここは山とたがですね、最後を、まあ、 ここで終えたということでですね。まあ、こうした大きな前方公園風が残っています。まあ、そういったゆかりのある地だということですね。で、まあ、ここも調べてみましたら大きな昔沼があってね、イジ人が亀を、まあ、あの、連れてきたと。だから亀という名前が付いたというのも言われています。これが山と岳のその像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。 で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ話、証拠っていうのは出てきませんでした。まあそれは無理もないんですね。まあそうした証拠が、でもそれ以前の話ですからね。UFO を見てカメカメと言ってたのはその以前の話ですから、そうした証拠が、まあないからといって、まあそうでないとも言えないわけですよね。そして、まあこれが、広島の農家 高知にあります。まあ、農学高知のことを亀ヶ丘っていうんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この農学高原の、まあ、頂上付近にですね、こうした、あ大きな、まあ、 岩倉があった。それを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った。そして、その岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところが、その後、そのホテルが倒産して、現在、まあ、こういう形で残っている。この、農学高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑に、も組み、組み込んであると言いますかね。組み木のようにして、まあ、あの、組み込んであるということです。 これはあの、下の台座に合わせて上の岩を削って、削ったり割ったりして、このようにして組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右ですね。右と下が、まあ今の上、左上の岩倉を反対側から見たものです。でもこの、 岩から見ますと、今度は前の右の方、もう一つの側面を見ますと、この綺麗にこの、なて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ説明書きによれば、1万年以上前に人工的に作られた、築かれたものであるというふうにまあ説明しています。まあ、これだけでは、まあ本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、仮面丘といえば、 なんといっても青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の社交機土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあこうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。 今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあそれは大変驚くべきものでした。まあこれからそれを皆さんに紹介しますが、この後に出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。まあ、 一応、メキシコ政府が公開したものということで、えー、信憑性と言いますか、信頼を置いているものですけども、マヤズ・ヘダル・エイリアン,ン・マヤ人は、エイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう大の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三生体遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に、 似てるものが、を思わせるものもあります。で、こうしたものが発見されてるんですけども、あまりにもなって言いますかね。あの、現代風で、っていうか、現代私たちが UFO というものに告示しているために、えー、いくらまあ、メキシコ政府が公開したとはいえですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは、怪物というふうに説明されています。 確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見された、公開されてるんですね。で、これはまあ、私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあ、これは誰が見ても UFO なんですよね。まあ、これをサダダとかなんとかっていう方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまにおいて、サダダっていうとしようね。まあ、ここにその、エイリアンらしき人物の像が彫り込まれています。 で、これとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことがわかります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうかということで、今お見せしました UFO。まあまあ、UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと、面白いですね。まあ、明るいところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。 えー、線、線で書いてありますね。同じですね。えー、斜線でこういうふうに書いてある。表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が u f o ということになれば、上も当然 UFO ということになります。 違うでしょうか皆さん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO。そして左右に階段が描かれています。そして下には階段の横筋が描かれています。 となると、もうこの階段、言うまでもなく、これはマヤに一般に、未積で見られるピラミッドであるっていうふうに考えられるわけですね。横から見ると確かに階段になっています。そして、えー、中央には横線の階段が刻,刻まれています。で、これは私は、まあ、この二つのことからですね、これはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しました。 もう一度繰り返しますが、ここが重要です。ピラミッドの上に着陸してると言ったら正確なんでしょうか ?UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェン・イッツァの,あのピラミッドです。91段あるんですよ、まあ。ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうかとなると、この、まあ、ピラミッドは、 UFO の発着台だということになります。で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあ、もう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。その、それが描かれたレリーフがある。そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあ、これ、上から見たとこれはまあ、 日本の前方公園譜ですね。同じコンセプトでつながっていると考えるのは自然だということですね、まあ。まさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これは TOT 和館の月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり上から見た 形を前提として作られているということですね。ギザのピラミッドにしても光です。そしてもっとはっきりしているのが、ボロブドゥールのピラミッドです。上から見ると、まるで的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ、空を飛んでいるエイリアンたちは、地上を見ながら、自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンのこれは、あの、ピラミッドです。そして上から見ると、やはりこのように見えます。 的当ての、的のように見えますね。日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱりわかりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見た、見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡に、あに発掘物ですね。 これは、ピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした、まあ、遺跡はですね、UFO の発着、まあ、台だと考えるのが自然だと思います。なあち、空から見た、見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の人たちは、わあ亀だ亀だ亀だ楽しいですね。亀が飛んでるぞーってね、叫んだのかもしれませんね。 仮に見えたのでしょうね。頭もあり、尻尾もあると。この頭と尻尾は私が、あの、つけたものです。そして、下の、まあ、左下の、これが、まあ、前で見つかった像。それと同じものが右にありますね。まあ、ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして、右の方はですね、えー、今言いました、前で見つかったものです。そして、それが、まあ、これは人は、あの、 ティオリワカンのピラミッドですけども、こうしたものが10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、言いますか状況を証拠的に考えるならば、前方公園墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、が空から飛んできてですね、わー、メだメだで、メがゆっくりと前方公園墳の上に着陸しました。 楽しいですね。その、まあ、コンセプトが現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけども、つながっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してくださいと同時に、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。